話題の映画シン・ウルトラマン、今までのウルトラマンシリーズとは異なり、誰でもそして予備知識がなくても楽しめる作品となっているらしいので、本日は豪華な出演者にインタビューしていきたいと思います。はじめまして、はじめ社長と申します。石島さんが思うシン・ウルトラマンの魅力のポイントってどこですか？やっぱりウルトラマンが美しい、そして怪獣との戦いのシーンがびっくりする迫力なので、そこをぜひ見ていただきたいと。はじめまして、こんにちは。シン・ウルトラマンの撮影で大変だったことって何ですか？ CG を用いた撮影も多かったので、はい、想像でウルトラマンの大きさとか、ウルトラマンがどんな表情をしてるかっていうのを考えながら演じるっていうのは難しかったのかなとは思いますね。なるほど、ありがとうございます。はじめまして、斉藤武さん、本日なんですけれども、いちごかバナナかみかんでしたら、どれが一番好きですか？バナナです。あ、バナナ、はい。斉藤武さんでした。ありがとうございました。レッドカーペットでバナナ持って歩いてる。